第三中学校の皆さん、ようこそ大分市へ。春頃の花の園、めぐる杯影さして。皆さん、この歌よく知ってますね。滝廉太郎、工場の月。滝廉太郎の工場の月です。はい、その通り。この歌を作曲した滝廉太郎さんは23歳の若さでこの大分市で亡くなりました。それから時が経ちまして、現代の大分が生んだスターといえば、愛してる、とても愛してる、本当に愛してる、いつまでも空に太陽がある限り。船城は別名大分城。慶長2年1597年に豊臣秀吉の家臣である福原直隆が築城を始めた城であります。さて、ここで問題です。大分県大分市がどこにあるか分かる人。はい、ここです。そこは佐賀県いいかい、福岡、長崎、熊本、鹿児島、宮崎、大分県、ここが湯布院、こっちが別府。大分県大分市はここですよ。よく見なさい。難しいな、都道府県。偏差値の低い学校はダメじゃん。綺麗なビデオじゃ PR にならん。県庁所在地であるにもかかわらず、今大分市の認知度は非常に低い。もっと全国にアピールして、
観光客を呼んで空き地だらけの工業団地に企業を誘致してやな、雇用を生んで経済を活性化させんと市民の生活レベルは絶対に上がらん。市長の支持率もじゃ。大事なのは市民による市民のための大分市民の PR や。しかし観光用 PR ビデオを作れ。もっといい手を思いついたで。え？いや思い出した。無駄な予算を使わず市民の力で今大分市を有名にする方法、これじゃ。大分コスモレディス。行くで。世界大会3回優勝、すごいですね。まあたかが綱引きやけんな。いやけどこんなにたくさん取材受けてるし宣伝効果ありますよ。もともと造園場の奥さんチームやったよね。なんで解散したんやろ。めんどくせえけんな女同士人間関係は。よう分かっちゃうねまずは選手集めやな。ください。市長への要望書は私が受け取りますから。市長に合わせんかい。はいはい、選挙に出すだけいい子にとにかくしたくてな。市長出てこい。早く出てこい。勘弁してよ。昔オリンピック競技やったってしちゃった。市内の給食センター3つも閉鎖しよういち市民綱引きチーム結成なんて、なん考えちょんないだろバカしちょう。気持ちもわかるけど市の財政も厳しいんやけん。うちらの方が厳しいっちゃ。子育てに住宅ローンリストラされたとた生活に困る町人がゴロゴロおるんで。厳しいのお母さんたちだけやない。冷てえ子やな。そんなことやけいい年してボーイフレンドの一人もできんのよ。私は仕事に生きる女やけ。結婚せんつもり。もう今すぐはね相手もおらんし。いい男見てムラムラせんの。ムラムラってムラムラっちゅうたらムラムラや。ムラけなんや。またまた今は大分市民のために働くことが生きがいやけ。仕事仕事今から。あ、洗い物後でやるからそのままにしよっ。綱引きで町おこしなんて無理やと思うで。やってみろんとわからんやろ。はあ、いつの間に一人前の愚痴聞くようになったんかね。よしやるで。綱を絆につながる
いいや。ゼロ？はい。一人も応募ねえんかい。ゼロです。課長の奥さん最近フラダンス教室へ目立ち行ってます。やるわけねえやろ綱引きなんか。はい、そりゃそうや。報奨金儲けるっちゅうのはどう？日本一になったら賞金100万円。そんな予算どこにあるんですか？そうでも戦闘誰もやらんよ。綱引きなんちなんか地味でマイナーでかっこ悪いやん。かっこよかったやないですか、コスモレディースは。そらお前世界一になったけんや。確かに。市長に正直に言うしかねえやろ。綱引きやりたいっち人がおらんけん、この企画は無理ですっちな。また来た。どうぞ。失礼します。おお、君が、西川です。あ、西川、女子綱引きプロジェクトの件で一つ提案があるんですが。つまり市長は綱引き大会で県代表になり全国大会に出場すれば給食センターの民間委託を考え直すと言ってくれました。ですからチームに入れば皆さんの生活も守れますし、市の発展にも貢献できる。まさに一石二鳥です。市内には今女子綱引きチームは他にねんかい？今はありません。ちょ待っちょ、これすげえ簡単に県代表になれるかえ。それは努力次第だと思います。練習はいつどこでやる？場所、練習道具は市が全部提供します。練習日に関しては週2回か3回、皆さんの家庭や仕事の都合に合わせて相談させてもらいたいと思っております。そげまでして今の仕事を続けてもいいけんな。どうじゃろうなあ。千秋ちゃん、市長は本当に県代表になったら給食センターの民営化はせんち約束してくれたん？はい。本当に本当な？はい。とにかくかつてこの大分市の代表として6度の全国制覇を果たし、世界選手権でも優勝したコスモレディースの映像を見てください。彼女たちも皆さんと同じように普通の主婦で、一から綱引きの練習をし始め世界一になったそうです。私たちのふるさと大分市に世界一に輝いた8人の女たちがいた。大分コスモレディース、その栄光の奇跡。2002年アイルランドで行われた第7回世界綱引き選手権大会、第5回大会で初めて世界一となったコスモレディースの2度目の挑戦。予選リーグを順調に勝ち抜いた大分コスモレディースは準決勝で強豪アメリカを破り、決勝の相手は宿敵オランダ。3本勝負の1本目はオランダ、その後の2本をコスモレディースが勝ち、見事世界一に輝きました。第8回大会を優勝し、3度の世界一を勝ち取った8人の女たち。大分コスモレディースはごく普通の主婦でした。
1、2、3、4、5、6。禁煙茶。ありえんちゃん。私は市役所の職員。なんで綱引きなんかやらんといけんの。します。あ、これつまんないもんですけど。あ、悪いね。こらこらこら。野暮。はい。お疲れ様でした。はい。あ、お願いしといたコーチの件なんですけど。コーチ、彼にお願いできんね。お母さんも若いコーチの方が気兼ねなくいろいろ聞けるしなあ。賛成、大賛成です。いや、あのこちらにもね、事情があるでしょ、ね、どげんかい君よ。こっちの練習との兼ね合いもあるし、最初持ちにコーチはきちいやろち思うちょったんや。女子のコーチ引き受けてみて。はい、あります。やらせてください。ここが練習場です。アミ娘、綱娘ち、娘がどこにおるん。はい。わあ、いろいろ揃えてくれたんや。うちのチームで使ってないもんとか市営のスポーツセンターから借りたもんで、とりあえず一通り。うわ、これ重っ、ちょっと重い。どれどれ。じゃ困るっちゃ。ごめんごめん。ハゼ、車どうしたん。来たよ、血を持って。自転車で来てみたんや。そりゃええ心掛けです。膝や腰に負担をかけずに足腰を鍛えるには自転車が一番。これから皆さんも自転車を使いましょう。はい、わかりました。タバコは持久力の敵です。タバコを吸いよん人は一日も早く禁煙しましょう。あ、まずは綱を抱えるように持ち、背筋を伸ばしてそのままのけぞるように体を倒す。腕は固定して足を動かす。つまり腕の力ではなく下半身を使って引くんです。真面目に聞く。大事なのは綱を一直線に引くこと。ちょっと手伝っち。はい。大事なのは綱を一直線に引くこと。綱持って。はい。こうラインが曲がったり上下に折れたりすると力がまっすぐ伝わりません。だから自分の下半身を使って。ですから自分のポジションで綱を曲げんよう気をつけること。一本の綱で心が一つになった時、八人の力は9人分にも10人分にもなる。つまり一番大事なのはチームワークなんです。なるほど。次に筋力チェックをします。それぞれ自分のウィークポイントを知って筋トレをするためです。はい、はい、
相対的に給食センターの皆さんは腕力あるけど下半身が弱い。逆に西川さんの弱点は、はいはい、あ、お嬢さんの千秋、陽子、千秋ちゃんの弱点は腕力と上半身。はい、あんたもともと陸上部やったもんね。最終的にこれぐらいできるようになれば完璧です。もうムラムラするわ。全体練習は当面週3回ですが、各自筋トレは欠かさんように。基本はとにかく走ることです。はい。おお、綱引きするには最高の環境や。綱引き競技には体重制限があります。すみません、会議が。8人の合計体重が女子は500キロ、男子は600キロ以内と決められております。本番までにどんくらい減量が必要か今から皆さんの体重を測ってみましょう。今ここで測るん？どうしよう、どうしたらいい？今さらジタバタしても遅いっちゃ。もうせめてお昼抜いちょけばよかった。お湯いやいや、ないやはいはいはい、誰からでもいいですよ。足合計480キロ、リミットの500キロまで約20キロの増量が必要や。増量？これ以上体重増やすの？綱引きは重い方が断然有利、体重そのものがパワーなるけん。なるほど。え、一応県大会優勝を目指してるんですよね。よし、頑張って体重増やしましょう。8人で20キロやから1人2キロちょい、うん、2キロも太ったら洋服入らんことなる。元からや、裸でおったらさあし。はいはいはい、ただ太っても意味ありません。余分な皮下脂肪は削ぎ落とし、健康的に綱引きに必要な筋肉をつけながら太ってください。はい。美香さんだけはもうちょい痩せようね。やっぱり脂肪を筋肉に変えてみんなで野獣になりましょう。野獣？太った野獣はおらん。それはなぜか、太って動きが鈍くなれば獲物を捕獲できなくなるから。トラやライオンみたい。そうや、生き残るためには日頃の努力が必要なんや。確かに。次回から本格的な練習に入りたいと思いますが、何か質問がある人。普段どんな仕事しよん？椎茸農家です。血液型と星座教えてください。伊藤さんの A 型やけど。彼女おるん？どんな女性が好みなん？こん中からやと誰選ぶん？なあ、誰な？彼女はおらんけん。ただいま花嫁募集中や。もう一つ大事なこと忘れちゃった。なんで私がキャプテンなん？しょうがないやろ、コーチのご指名なんやけん。お
お母さんがしてよ。私がみんな給食センターの仲間なんやけ。君よコーチ、まんざらでもないよね。見ちょったらわかるっちゃ。花嫁募集中っち。どうする？今頃私たちのこと考えてムラ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 しよっかな。千秋、ちょっとこっち来い。ああ、こっち座って。千秋、俺がな、なんでお前をキャプテンにしたか分かっちゃう。監督とこう選手の枠を飛び越えて付き合った方が、まあ、遠回しに言えば、まあ、このチームのためになるんじゃないのかなと思って。そっちは強くなるけん。小坂氏、歌さん A 型の男性、知的で行動力もあり高い理想を持っています。大牛座O型の女性はドキドキする出来事が待っています。中学の生徒か。何年何組や。授業中にこんなとこで何しろか。何度も言うたやろ、お父さんもう教師やないんよ。レイコさん、あんたに関係ないやろ。あんたっち、千秋、待っとけよ。俺が絶対に幸せにしちゃうけん。君よ、飯よ。あ、仕事とはいえ綱引きのために2キロも太るつもり。こんなたくさん食べる。
というわけで、せっかく集まっていただきましたが、コーチは風邪でお休みになったんで、今日は自主練にします。はい、はい、よろしくお願いします。よし、ごめんね、どうしても学校行くつきかんで。学校？元教師なんや、中学校の。まあ、もう出しっぱなしにしよってから2組の生徒やねんか。悪いけど、先生って呼んであげて。先生、勝手に触っちゃいけませんよ。2組の生徒か。はい、気をつけ。はい。ミカの家が5人兄弟やに、みんな老いて出てしまって、末っ子のミカが一人でお父さん見ちゃうのよ。気をつけ。はい、気をつけ。はい。そのペットショップの店員なのに、私のことこんな目で見るんや。できても結婚できんやろな。大丈夫、当分心配ないけ。失礼や。どういう意味やそれ。ごめんけど今日ちょっと先に抜けていい？おデートがあって、彼を待たせちゃうの。いいけんな旦那に言うで。やめて、自殺されちゃうけん。ごめんね、チェキちゃん。いらっしゃい。気付けてな。はい、彼によろしくな。じゃあ先生、お先に帰ります。知らん人について行っちゃいかんぞ。はい、先生、さようなら。沙織さん、タバコをやめたんじゃないんですか？まあまあ、まだ大会まで2ヶ月近くあるけん。そうそう、千秋ちゃんもこっち来んかい。そうだそうだ、チームワークが一番大切ってコーチが言っとったやん。まあ、嫌い。え？好き。嫌い。え？え？こんにちは。好き。誰？誰？よいしょ。どうですか？ごめんな、練習行きたかったんやけど、朝8度5分もあって。
わざわざ見舞いに？いや、ちょっと相談したいことがあって。これ、どうぞ。ありがとう。人肌。疲れた。でも、足腰鍛えるにはいい感じ。おー、すげえこれ。俺はね、毎日この道何往復もしようよ。だからすごいんだ、つな。いや、それほどでも。いい椎茸ですね。これをね、干すっちゃ。そしたら、ミネラル、ビタミン、食物繊維もたっぷりや。でも、ちょっと高いやろ。それだけ手間今かかっちゃうんけん。つけてから2年？2年半。俺がいかに粘り強く一本気の男か分かっちゃう。はい。なんで綱引き始めた？JA の先輩に誘われて。楽しい？この広い地球上で8人がかりで汗だくになって、たかだか綱を4メートル引っ張っち、勝つんが何が面白いんかち思うちょんやろ。綱引きほど合理的なスポーツはねえ。合理的？綱引きの勝負には偶然もラッキーもねえ。まあ算数みたいなもんじゃ。力の強い方が勝つちことやろ。そりゃ1対1で引き合えば力が強いのが勝つじゃけど、8人対8人じゃったらそうとは限らん。なんで？ある一瞬に8人が気を合わせち、一気に引けばどんな強い相手にも勝てる。そうやって強い相手に勝った時の感動はな、その綱を引っ張った8人にしか分からん。8人。愛していますよと甘い答え。どうしてもこれ用事っち。買ってきましたよ。ひずえ、あんた最近なんか隠し事しちゃう。仲いいけど。あ、わかった。じゃあみんなには私から伝えるけん。じゃあな。かせごちゃん、今夜来れんち。なんで？デートやないの？本当に不倫しちゃうの？バカよな、そんなわけないやん。ちょっとトイレに。あんまり騒ぐと近所迷惑やし、もうそろそろお開きにせ。あんたが親睦会やろって言い出したんや。まさかこんなに盛り上がって。Yeah!
これが最後へと寂しそう。本当にやっていけるんかな、こん人たちと。なおり雪も降る時。警察？お父さんが？はい。すいません。ケンちゃん、どうしたんその顔。宮古町で悪い高校生に絡まれたみたいや。え、宮古町？大丈夫な。じゃあご苦労さまでした。どうも。すいません、ご迷惑おかけいたしました。お父さん、コンクたちの喧嘩を止めようとしたらしいんや。いいか、もう一人で夜中に出歩きゃいけん。それはお父さん。いいな、喧嘩は絶対にいけん。ケンちゃん、なんで宮古町なんかに行ったん？塾には行かんかったん？やめる。高校には行かんけん。お母さんが誰のために頑張っちゃうか分からんの？しゃあし、酒くせえよ。おらー、お母さん何しようか。何やあれ、反抗期やろか。まあ誰でもそういう時期があるけんね。実の息子やない？健太は交通事故で亡くなった旦那の連れ子なんよ。恵美さんの旦那さんいつ亡くなったん？健太が幼稚園の時。あんたがお父さんと死に別れたんと同じ頃やね。それからずっと他人の子を育てよんの？他人じゃないやろ。愛し合って結婚して戸籍上もちゃんと親子になったんやけ。うまくいかんで当然やん。最初から無理があるっちゃ。人生はな、団体戦なんよ。団体戦？みんなで力を合わせれば大抵のことは乗り越えられる。みんなが大変なのはわかる。仕事しながら家事に子育て、その上綱引きまで。女は弱し、されど母は強しやけん。市民のために私ももっと頑張ります。はい、終わり。もうちょっともんだよな。ロークに練習もしちゃらんのに、なんで腰が痛くなる、市民のために頑張らんね。重いよ。お願いします。やってよ。どれどれ。おー、こっちょん、こっちょん。
これ履いてみ。靴底のゴム、えらい厚いんですね。アウターソールやマットのゴムと密着させて力を逃がさんようにな。これつけて。何ですかそれ。ホコリがついただけでも滑りやすくなるけん、それを防ぐために試合直前までカバーするっちゃ。貸して。いいけん、いいけん。よいしょ。よし。え？カズエボちゃんまた休みな？まずい。完全に抜け駆けされちょん。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありえんから。しかも招待無断欠席。今のままじゃ絶対優勝なんかできないのね。またその話かい。ちっとも真面目に練習せんのよ。真剣なのは市役所職員の私だけや。そんなんな、どこんちも似たりよったりや。何が？綱引き競技は他のスポーツに比べち競技人口が少ねえじゃろう。じゃけんメンバー全員のモチベーションさえ高けりゃ全国レベルになるのはそう難しくねえ。じゃけどどのチームもメンバー不足や練習日の折り合いがつかんかったりで、チームの輪が保てんよなっとるっちゃ。まあ最後まで諦めんでプラス思考で頑張るしかねえな。よし、そろそろカラオケでも行かんかい。お母さん、これ釣りいらんけん俺の長渕聞かしたるけん。腹減った、ラーメン食いて。ピー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 。カエルがなんで泣かしちょん。カエル？おう、カエルのオスは田んぼの中で交尾してくれるメスを呼ぶためにひたすら泣き続けるっちゃ。血もつながってない親と子が一生仲良くやっていけるんか。夜の田んぼは真っ暗や。カエルのメスは鳴き声だけでそのオスが優秀な遺伝子を持っちゃうのか。おばさん同士の友情っち成立するか。交尾するにふさわしいか判断してオスの背中にピョーンって乗っかるんや。そもそも人生は個人戦やろ。つまりな、恋っちゅうのは人間にとって異性を引き寄せるために非常に重要な役割を。ちいちゃん、ちいちゃん聞きよな。あ、え、あんた。え、はいはいはい。あんた、はい、私があんた口にどう思っちゃうんか、うん、どう思っちゃうんか教えちゃろうか。え、聞いて。え、じゃどう思っちゃうんや。どう思っちゃうん。それはな、うん、こっち見んなよ、こっち。おい、あ、え、うん、ちょ、お母さん、お母さん、こっちゲロゲロ。何喋ったか全然覚えちゃう。やばいよな。大丈夫な？誰となんだ？カエル？キャプテン！おはようございます。今日張り切っちゃんな。はい。どうかね、女子綱引きチームの様子は。み
張ってます。いやね、文吾食品の社長さんにその話をしたら、あ、文吾食品わかる？冷凍食品なんですよね、お弁当のお惣菜とかの。確か市の工業団地に企業誘致しようとしちゃうのですよね。そう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 、その文吾食品の社長さんが綱引きで町おこしとは実にユニークだとおっしゃってな。確かにユニークですもんね。試合の時はぜひ応援に行きたいって言うから、まあ、とりあえず練習試合を組んでみようと思うんだ。練習試合？日取りも決めたんだよな。はい。ですがその相手は九州大会のチャンピオンだそうだ。練習試合中からどんな強いチームとやるのかちょ思っちゃったら。まさか小学生が相手とはね。でも一応九州大会で優勝しちゃうんやろ。小学生は小学生やん。本気出していい？ダメやろ、相手は子供なんやけ。だけど負けたら小学生負けたっち馬鹿にされるで。それもそうよな。ガチで行きましょう、大会まであと1ヶ月、初めての練習試合やし。大丈夫な、大人げないって思われんかな。もともと大人げないや。どういう意味な。皆さんどうもご苦労様です。市長は公務が忙しくて来ることができません。というのは建前です。文吾食品の社長にドタキャン食らっちまったから行くのやめただそうです。申し訳ない。あとでちょっと顔貸しな、話があるけん。何の話？とぼけちゃって。はい、準備はいいですか？はい。集合。綱娘対岡田キッズの練習試合を行います。で、お願いします。手を洗ってみんな引かざろう。100% ガチやった。やっぱりさ。まあくよくよしてもしょうがないけ、また明日から気合い入れて頑張ろうえ。先生は知らん。さあ食べよう食べよう。おいなりさん作ってきたで。焼酎も持ってきちゃうよ。ごめんね、私これからちょっと別府競輪の日や。もう言うてよ。今月は500円も浮いちょんけ、それを倍に増やしろっち思ってな。えらいもん教えちゃったな。出来の悪い生徒やわ。ちょっとだもん。交通費のは高くつか。もちろん自転車で行くで。さすが。ごめん、私も今日はちょっと。またおデートだ。まあ、羨ましい。反省会開きましょう。反省会？小学生に負けたんですよ。こんなんじゃ県大会優勝どころか、間違いなく1回戦負けやと思います。大会まであと1ヶ月、
なぜ負けたのか、どこが悪かったのか徹底的に話し合いましょう。あんな千秋、お母さん黙っちゃって。ここで一回白黒はっきりさせんと私たち前に進めんと思うんです。女同士の集団ちゅうのはな、白黒はっきりつけちゃダメなんよ。なんとなく灰色のまんまいかん。キャプテンは私です。みんなにいろいろあるのもわかるけど、ちゃんとやらんと仕事を失っちゃうんですよ。もともと給食の仕事続けたくて綱引き始めたんですよね。そんなことあんたに今さら言われんで。これからは遅刻早退なし、時間厳守で。もっと真面目に練習しましょう。いやお疲れ。ご苦労様。ありがとう。あ、どうだったけ。ありがとう。申し訳ないけど私そろそろペットやって。ごめんね。お疲れ様。お疲れ様。一気でな。わかりました。私チーム辞めさせてもらいます。え、千秋、ちょっと待たんかい。よっしゃ。また、私は辞めても市役所戻ればいいだけやもん。今までみんなのために頑張ってきたのにバカみたいな。待てよ、だってそんな無責任なこと言うなっちゃ。一人でも欠けたらみんな試合に出れんのと。落ち着いて話しようや。コーチの言うこと聞いてくれ。点滴打ってもらって眠っちゃう。お医者さんはおそらく過労やろうっち。過労？大丈夫や、眠ってるだけやけ。みつるさん、どういうことなん？千秋、ちょっと出ちょきよ。の初め、みつるさん工事現場から落ちて無職になったんやって。それで和江、給食やりながらスーパーの駐車場係とコンビニのバイト掛け持ちしよったみたい。給食センターのお給料は？
息子二人東京の大学にやりながら住宅ローン払うのは共稼ぎでもギリギリやったんやないかな。それならそれでちゃんと言うてくれたら。お母さんも何も聞いてなかったんやろ。言わんわ。なんで。私が和江でも誰にも言わんかったっち思う。なんで。人生は団体戦、困った時に助け合うのが友達だっていい夫や。何も言わんでも助けてあげるんが本当の親友っちゃ。ああお母さん、なんでもっと早う気づいてあげんかったかな。私は気づいてもらったに。お父さんのがんが分かってダメ元で無認可の外国製の薬使ってみようってことになって、その時和江、私が何にも言わんのに黙ってお金貸してくれたんや。お父さん死んじゃって貯金も全部のうなって、よちよち歩きのあんた見ながら、これから一人でやっていけるんかなって毎晩泣きよった。そん時和江が言ってくれたんよ。陽子は一人じゃないっちゃっち。それやのにお母さん、和江の SOS 全然気づいてやれんかった。書類を提出して事情説明すれば住宅ローンの返済は待ってもらえるっちこと。おそらく。あ、利子も払わんでいいん。まあケースバイケースですが、ある程度の期間ならどの金融機関でも相談乗ってくれるっち思います。あ、よかった。ちなみにもし断られた場合、J バンクさんの方で相談に乗ってくれるんかな。もちろん、うちも住宅ローンの借り換え相談は随時受け付けちょりますけ。おぉ、受け付けの7号。あんた安価やろ。安価やろ。やっぱり J さんち頼りになるわ。うちも学資保険変えちゃおっかな。本当ですか。本当ですか。ありがとうございます。アナンと言います。サービス次第ではね。何のサービスだか。まさか。少しでもっち思って。わかった。必勝単勝転がしで10倍にしちゃうけん。やめてっちゃ。私はこ
とうございました。何のサービスだろう。先輩先輩、ザビウス。おう、また連絡しようかい。ありがとうございます。じゃあまた。お父さんおったらいいんだけど。じゃあ私も。またな。またな。ペットショップにうちの子預けてきたままやった。じゃあな。ペットショップ夜勤コンタクトなんや。あじゃあな。じゃあ、その団結力と情熱をもう少し綱引きにも生かしてくれたらよかったのに。あんた本気で辞めるつもりな。和代おばちゃんだって少々住宅ローン待ってもらったからって。難しいんやない、綱引き続けるんは。最初から無理があったんよ。明日にでも私から市長に謝っちゃうから。その前にちょっと給食センター来れ。なんで。なんでもいいけな。市長に会う前に絶対来るんよ。女も綱引きも一緒じゃ、ギューって引っ張ってブチューって線が分かっちゃうのか。何言うちゃ。俺がアンカーで綱引いちょった時はな。いやそんなことよりね、住宅ローンの方は本当に大丈夫なんですよね。だからケースバイケースって言いよろうが。何事もやってみないと分からんのか。顔でもう一回行くぞ。ちょっともう一回行くぞ。ちょっと無理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 。どうしたんや。おい、おい健太。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ケンちゃん、ちゃんと説明してくれんと分からんやない。なんで塾行かずにティッシュ配りのアルバイトなんかしよったん。何のお金が必要やったん。お
母ちゃんにちゃんと説明せんかい。健太、いい加減せんかい。しゃしら、あんたなんか俺の母親じゃねえ。なんちゅうこと言え、お母ちゃんに。ちょっと謝れ。ちゃんとお母ちゃんに謝れ。待たれ。あんた謝るって。母親じゃないっちゅうのは嘘やないや。俺さえおらんかったらあんた自由になれるやろ。もういっちゃ十分や。お父さんが死んで今まで育ててもらって、もう俺のために犠牲になることね。バイトして金貯めて中学卒業したらこの地出ていっけ。もう一人で生きていっけ。もともと赤ちゃんが産めん体なんや。やけんあんたがおらんことなんたらもう二度とお母さんにはなれんの。お父さんが死んだ時お通夜もお葬式も泣かずに頑張ったあんたが、お葬式の夜お母さんの布団に潜り込んできたの覚えちょ。一晩中二人で抱き合って泣いたやん。時お母さん決心したんや。どんなことがあってもあんたを育てるっち本当の母親になろうって。健太、あんたお母さんとって世界たった一人の子供なんよ。女っちゅうのはすげえな。母親は偉大や。女に生まれたかったん？いや、俺は男でよかった。だって千秋に出会えたけん。何呼び捨てにしよう。よし、飲みに行かんかい。お猿のお尻がなんで赤いか教えちゃるけん。また今度ね。そっか、私女に生まれてよかった。おやすみ。ああ、今度ワニがいかにして愛を語り合うか教えちゃるけんね。ねえ。
一度みんなと一緒にやらせてください。やけど私にはキャプテンは務まりません。器じゃないっていうか未熟者っていうか、やけん一選手としてもう一度一から出直したいと思ってます。よろしくお願いします。キャプテンはあんたしかおらん。そうよ、こげなめんどくさいおばさんら他ん誰が引き受けるん。おばさんやなっけ。やけど千秋ちゃん、私はミステンちゃん、お父さんのこと、いや見捨てられん。やけん千秋ちゃんも私らを見捨てんで。千秋ちゃん、千秋キャプテン、キャプテン。
ッカブドロップ。やエイグルストレイスリーブやあうおいいぞいいぞ練習の成果出ちゃうぞナイスボート行っちゃうぞジャギジャ乗って乗ってっておっちょが早いけん団地に誘致した豊後食品からある条件が出されて市がその条件を全面的に受け入れることで誘致が成立したんですよ条件って市内の給食事業を 100% 豊後食品に委託しますじゃあ給食センターは当初の予定通り今年いっぱいで3つとも閉鎖します県大会に優勝したら民間委託はやめるっち約束は
そんな約束をした覚えはないよ。私はただ見直すと言っただけでね、よく見直した上で閉鎖という結論を出したんです。そんな、私ら死ぬ気で頑張ってきたんよ。仕事がなくなったら親の介護だってできんようなる。皆さんの再雇用は文語職員さんにお願いはしておきます。ただその判断と雇用条件は文語職員の問題です。何回それ。善良な市民の生活を守るんが市役所の仕事やねんかい。その通りです。不景気に苦しむ市民のために私は文語職員を誘致した。この企業誘致で約2000人の雇用が見込まれます。たった7人の調理員の生活と2000人の雇用、どちらを優先するべきか子供にだって分かる理屈だと思いますがね。ちょっと難しいかな、女性には。こんなもたかが綱引きじゃありませんか。女綱引きのチームで町おこしだなんて私もどうかしてました。市長、私は市長を信じてました。給食センターのこともやけど、私たちが綱引きを頑張れば大分市の PR になる、市民のために役に立てると信じて今日まで頑張ってきたんです。君は市の職員だろ、どっちの味方なんだね。私は、私は市民の味方です。なんだ君は。あんたにとっちゃたかが女綱引きで、今の俺らにとっちゃな、このチームが全てやけん。ペリサッチの引きやつらダメじゃ。県大会の事務局に危険届出してきます。市役所の職員として結果的にみんなを騙すことになっちゃって本当にすいませんでした。待って、出ようよ県大会。出ようよみんなで。やけど優勝しても給食せんか。関係ないっちゃ。ここまで来たらそんなの。私もそう思う。だよ。
給食センターなくなってみんなバラバラになっても綱引きだけは続けようよ。賛成。続けよう綱引き。私も続けたい。私初めて一生懸命になれること見つけられなきゃ。続けたい。私も。私たちは一人じゃないっちゃ。どうする？キャプテン。Thank you.
手出せんな。負けるなー。